赤田翔吾、赤田翔吾、赤田翔吾、1980年9月1日隊は、鹿児島県総軍大崎町出身の元プロ、野球選手、外野手、内野手、宇藤良田、コーチ。現在は埼玉西部ライオンズの一軍、打撃コーチを務める。鹿児島県総軍大崎町出身。出身地の大崎町が野球より、ソフトボールが盛んだったこともあり。 東京の先輩である福留康介と同様に中置小学校時代はソフトボールをしていた。大崎中学校を経て日南学園高校に進学。高校時代はレギュラーではなかったが、試合前のシートノックの時に赤田のフィールディングを見ていたプロ野球チームのスカウトが同高校の監督に守備の上手さを指摘したところ、レギュラーとして起用されるようになったという。 1998年のプロ野球ドラフト会議で、西武ライオンズから2位指名を受けて入団。同期に、松坂大輔、星野智輝らがいる。フレッシュオールスターゲームに先発出場し1軍にも、昇格、13試合に出場し、5盗塁を記録した。2、外野手に転向し、もともと右打ちだったが俊足を生かすため、スイッチヒッターに転向したが、 同年37試合の出場に止まった。は46試合に出場し、打率、250の成績を残した。尾関達也の不調で、終盤から2番打者に定着し、初の規定打席到達。佐藤智明との1.2番コンビで、高い出塁率を誇った。過去5年間で3本しか打っていない、本塁打をこの年だけで9本打った。プレーオフ。 日本シリーズをいずれも勝ち抜いて、チームとしては12年ぶりとなる、日本シリーズ優勝を経験した。は2番、中堅守のレギュラーを獲得し、夏頃から打率を急上昇させた。打率、272、自己最高の盗塁20を記録。またこの年の9月1日、25歳の誕生日に、オフィシャルサイト、サムライ魂を設立。は、主に1番、 または9番打者として堅実な打撃を見せ、打率は自己最高の293を記録した。また、リーグ最多タイの3塁打7、西岡剛、鉄平、川崎宗則と並ぶ、チーム3位、自己最多の25ギダ、3年連続2桁盗塁を記録した。この年も夏場から調子を上げ、交流戦以降の打率は3割を超えた。2は、松坂大介が、 ボストン・レッドソックスに移籍したため、代わって選手会長に就任したが、開幕直前の3月15日に右太ももを痛め、リハビリテーションに時間がかかり、シーズン終盤の9月5日に一軍登録。しかし打率は162に終わり、レギュラー再獲得はならなかった。四月十五日のオリックス・バファローズ戦では、自身初のサヨナラ満塁本塁打を放ったが、 同年5月1日のソフトバンク戦で大飛球を追ってフェンスに激突、左足首関節粘座で長期離脱を余儀なくされてしまう。同年のクライマックスシリーズでは12打数6安打、1本塁打1、3打点を記録。日本シリーズでは後藤武俊との併用ながら11打数3安打という数字を残し、球団史上初のアジアシリーズ制覇も経験した。は ダイソーや守備固めなどで57試合に出場。2月19日、安倍正宏との交換トレードでオリックスバファローズへ移籍。上記のトレードについては、オリックス側には外野手の尾瀬博之がキャンプ地で転落死し,し、外野手が手薄になったという事情があった。2010年は2番右翼手として開幕戦に先発出場を果たし、4月4日の 対ロッテ戦で6年ぶりとなる左打席での本塁打を小野慎吾から打った2005年から2008年に記録した本塁打はすべて右打席記録したものである4月10日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で自身初の2打席連続本塁打4月20日の北海道日本ハムファイターズ戦で移籍後初のサヨナラアンダ5月18日の対 広島東洋カープ戦では、左右打席本塁打を記録するが不調で一軍と二軍を行き来し、この年は79試合の出場で打率。217に終わった。6月14日に一軍登録。主に七番打者として起用され、77試合に出場し、規定打席には届かなかったが打率。305を記録した。同シーズンは、 楽天戦だけで3度のサヨナラアンダを記録しており、そのうち7月5日にライアンスパイアーから記録したものは、オリックス球団、オリックスブレーブス以降史上初の3試合連続、サヨナラ勝利の3試合目に当たる。7月10日に国内フリーエージェント権を取得したが、行使せずに2年契約を結び残留。オフに、背番号を7に変更。は、開幕軍入りを果たし、 開幕第4戦目の4月3日、日本ハム戦で決勝打となる敵地打を打って、シーズン初白星に貢献し、8月22日の日本ハム戦では2年ぶりの本塁打も打ったものの、26試合の出場に止まった。1月25日に、八木智也と糸井義夫との交換トレードで、木抜き広大引き刑事と共に、北海道日本ハムファイターズに移籍。 背番号は10。2013年は57試合に出場し、限られた出番で打率。273の成績を残した。は、わずか8試合の出場に終わった。シーズン終了後に戦力外通告を受け、10月22日に球団から対談が発表され、現役続行の意思を表示したが、同月27日に現役引退が発表された。 2014年10月29日、埼玉西部ライオンズに、来期から新設される、二軍育成コーチへの就任が発表された、11月25日から、台湾で開催される2017、アジアウィンターベースボールリーグにおいて、NPBUS 単選抜の打撃コーチを務める。スポーツマンナンバー1決定戦には2000年の、第6回に19歳で、初出場。 その後2005年、第11回、2006年、第12回、2007年、第13回、2008年、第14回と5回出場し、最高成績は、第11回大会の総合2位。その他詳細は、スポーツマンナンバー1決定戦総合順位、種目別順位の項目を参照。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。